中潮美優は日本の元フィギュアスケート選手。広島県広島市出身。血液型は A 型。2014年 JGP タリン杯。2015年トリグラフトロフィー優勝。ノートルダム清志新高等学校を卒業。早稲田大学人間科学部インスクール在籍中。2010から11シーズン全日本ジュニア選手権に初めて出場し21位となった。 2011から12シーズン、同選手権で15位となる。2012から13シーズン、西日本選手権で3位となり初出場となった、全日本選手権では15位となった。2013から14シーズン、西日本選手権で優勝し、全日本選手権では11位となる。2014から15シーズン、初の国際大会である、アジアフィギュア杯のジュニアクラスで4位となり、 初参戦となったジュニアグランプリシリーズの JGP クールシュベルに出場し4位となった。続く JGP タリンハイでは優勝し国際スケート連盟主催の公式大会で初めて表彰台に立った。初出場となった JGP ファイナルではジャンプのミスが響き6位に終わる。全日本選手権ではショートプログラムでシーズンベストを更新し4位につけ、 最終滑走グループ入りと躍進した。だが、フリースケーティングでは開始直後のスタートポジションで、誤ってショートのポーズを取ってしまうなど、緊張感を隠せず、ジャンプのミスが続き12位となり、総合10位に終わった。シーズンの締めくくりとなる、トリグラフトロフィーでは、シニアの国際大会に、初めて出場し優勝した。2015から16シーズン、初戦である。 ロンバルディアトロフィーで3位入賞、グランプリシリーズに参戦し、スケートアメリカで11位に終わった。しかし、全日本選手権は中電筋断裂を理由に、大会直前に棄権を決めた。3月中旬に、林雄介にコーチを変更し、兵庫県西宮市に練習拠点を移した。2018から19シーズン、トゥーループジャンプでつく左足に骨座症を抱えたため、 引退を表明。2019年2月24日のスケート広島2019選手権が競技生活最後の試合となった。2019年5月に同年4月、アクセルを除く5種類のトリプルジャンプを飛ぶことができる。コンビネーションでは3回転トゥーループマイナス3回転トゥーループ、2回転半アクセルマイナス3回転トゥーループを成功させた。また、 2014JGP タリン杯のフリーでは、すべてのスピン、ステップでレベル4を獲得した。フィギュアスケート、今季の飛躍が期待されるシニア女子選手、前編、東京ボーカー全国版、総大、中潮、そこにあるフィギュアとの別れ4イヤーズ、大学スポーツ、4イヤーズ、2018年12月21日、閲覧、公式、フジテレビスケートツイッター、 オンラインオンアイス2018年12月21日閲覧中塩、地元広島で現役生活に幕を下ろす早稲田スポーツ2019年5月9日閲覧中塩、みゆ https twitter.com みゆ中塩、ステータス 百十二計六千三百九十六兆二千六百七十三億七千二百七十六万九千二百八十一ご報告アナウンスメントこの度プロフィギュアスケーターとして今年の四月にシルクジュソレイユと契約をいたしました IAM ワーキングオン A プロジフリーに進出できずフィギュアスケート今期の飛躍が期待されるシニア女子選手後編環境を一新して 今期に挑む中潮みゆ、ありがとうございます。